近く取れる。次はもうちょっとさ、背中ここにぶつかってくる。ストックワークね。ストックワークこうじゃなくて、ストックにも前にも前にも使わなくてもストックワークできる。後ろになっちゃうけど、そうですね。あの目線下げてもいいんで、足首をちょっと曲げてきてください。全体曲げてくるといい。わかりました。皆さん今日は左外側の手にちょっと当たってくるからいいじゃないですか。はい、左が左側。ボール過ぎてから何回かちょっと強く横に押しちゃって。足場がさ、こう崩れてスピード落ちちゃってるから、ああいうとこ気をつけて、なるべく早く手前でターンするようにして。なんかスポンジもいただきます。どうですか？意外とかかってる。今のタイムかかってるとかかかってない。でも結構いい人だ。少しやっぱ後ろになる。午前中と一緒で足首をしっかり使ってきて。